一番強いと思うよ。うん、唯一対抗できるとしたらね。まあキャス主でもあるしね。キャスでも知名度があるし。いや、ただ本気を出さないからね、彼は。本気を。例えば、お昼の炎上ニュースを4時間でもやれば、全然いけると思うんだよ。例えば、ニュースを1時間やったら、あとは、ナイス頑張ったりとかすれば全然伸びると思うんだよね。うん、話聞いてね、フケからとかいいから。もったいないよね。だってあの炎上ニュースってたまにキャス主が被るけど閲覧負けてないからね。でそれ以外のナイスの頑張ってるも俺も含め長時間やってるでしょ。うん、長時間でなんとか勝ってるんだよ。一部キャスト主に対抗できるのはパルパルかなって思うけど、うん、でメンタルとやる気と体力がないからね、パルパルさん。やっぱりね、ああやって閲覧取っちゃうと夜かそるのもやっぱ嫌なんだよ。夜配信やってね、変にかそるのもなんかかそりづらいじゃん、なんかネタがないと。それはプライドもあるよ。いや、夜閲覧ないときはイベントのときじゃない。あとはあるでしょ。あと強いのは、まあ、せいちゃんとかね。まあ、かやくさんも強いけど、閲覧持ってるって言ったら、せいちゃんとかが強いんじゃない今、ふわっちは。うん。うん。せいじも沸かすしね。正直、ゼロレスも流れてるよ、せいじには。効果ぐらいからね。うん。隣の部屋から。何、隣の部屋からってどういうこと？どうしたの？コメントが面白いから。どういう意味なの、隣の部屋からって。ちょっと俺読解力ないわ。意味が分かんない。あ、隣の部屋からナイスお願いしますってこと？あ、隣の部屋からナイスってことね。ああ、そういうことか。そういうことね。ナイス押してくれたのね。うん、みんなが誰々からってやってて、隣の部屋からってことね。そういうことか。あ、隣の住民からありがとうございます。ありがとうございます。マナミンは実力あるんじゃない？あ、和道さんやってるじゃん。閲覧500人の。金梅さんとかには言えないしな。万事休す。10時か。あれだけ2時間で2000ナイス無理でしょ。しきちゃんアンチしかいないしね。最近しきちゃん落ち着いたもん、配信ツイキャス落ち着いたのかな。3000人から1500人ってことはちょっと落ち着いてるかもね。アンチがいなくなって見かけないな。キャスやってるからね。キャスまだアンチだらけなの。せいちゃんに電話。いや、もうやめよう、諦めよう。あの毎日3000、4000、3000、4000行くんでしょ。で俺はもう無理だから。俺無理だよ。でもね、みんなね、昨日勝ったからね。うん、1日勝ったんでもういいじゃん、それで。富士山登ってね、勝てたんだから。うん、で、今日ちょっと煽ったりとかももうやめる。うん、で、マンスリーランキングとかは勝ってるしね。他に勝ってるしね。うん。アイテムとかはね。うん、いや、リスナーさんめちゃくちゃ頑張ってくれてるんだよ。あとはな、実力の問題なんで。俺が戦闘力1000だったら、戦闘力100の人は俺に勝てないじゃん。それと一緒なんだよ。もう無謀なんだよ。いや、諦めないですか。まあやるはやるけど、まあ、厳しいでしょうね。うん、まあ不安置的にもね、応援してくれてる人もいるけど、まあ、アンチも多いんでね、僕。アンチが味方になれば強いけどね。うん。アンチが調子乗るな。うん、嘘つきって怒ってる人を味方につければ強いんだけどね。うん、間違いなくいるから、これ。いや、見てて
嫌いで見てる人ってだいぶいると思うよ。500人とか普通にいると思うよ。うん、あんまりよくあります。その人に押してもらえるだけでだいぶ強いよ。配信邪魔するな、すいません。今日嫌いになった？いや、嫌いで見てる人いるんだよ。嫌いでも見てるっていう人がね。リティに専念してきたよ。もうブロックするね。ブロック、そういう他わからす人。まだ食べに、いや、お腹空いていいよ。ペコペコだよ。あ、カホちゃんありがとう。プレゼントみたい。まあ、開封枠はまあまえちゃんだけです。うん、でもさ、家バレててさ、プレゼントいらないっつっても、もうちょっと届くもんじゃない？届かないかな、普通は。ちょこっとは届くんじゃない？家バレてたら勝手になんか送ってこない？誰からも、まあふみやくんは送ってくれたらしいけどね。うん、受け取りをしなかったから。あ、明日届く可能性がある。あ、誕生日の当日に、うん、明日来るのかな。うん、いつもすごい来るんだけど、ちょうだいっていつも言ってるんだよ。で、今回はまあ言わなかったんだけどね。あ、養分には送った。養分見とけよ、てめえよ。なあ、お前みたいに養分にナイスをしてね、でも配信は見ないやつがいすぎるんだよ。だからナイスばっか多いんだろ、養分は。なあ、ナイスだけ押してね、俺の枠荒らしたりしてるんだろ、てめえよ。見とけよ、養分の配信。嫌味を言いに来ないでさ。悪口言いたくなるよ、だって。そんなの。来ないのとか、それも、鳩ばっかりね。めんどくさいよ。荒らしてないよ。私、証だよ。え、S ちゃんって養分リスナーなの？ S ちゃんって養分に押してるの？ナイス。そうなの？そういう養分リスナーも押して、いや、押さないよ。養分に押してるよ、そういうリスナーは。うん。ソーリさんから今日暇ですよって来たんだけど。マユ？ソーリから今日暇ですよって今 LINE 来たんだけど。配信外で電話したい？うん。今日。あ、そうする？うん。配信でやれよ。あ、はい。うん。配信でやりなって 何をやるんだ。まあ、ちょっと配信外でちょっと飯でも行ってきます。うん、今度。うん、それでいいね。うん、いや、今日は終わりねよって。今日は行かないよ、誕生日に。なんで誕生日に俺総理と飯食わなあかんの。やだよ、そんなの。どんな気持ちで俺飯行かなきゃいけない。やでしょ、そんな。酒癖悪いぞ。うん、まゆもね。今日は空いてますよ。コメントしてるの？513号総理なの？肉しまった方が。あ、ピーコちゃんありがとう。ピーコちゃんありがとうね。冷蔵庫入らないらしいけど、腐るかな、肉。ああ、そういうことか。その日面白かった人に、あ、ナイス押すんだ。押しとかいない人なんだね、S ちゃんは。でもナイスって結構固定してない？多分ナイスは今月とかこの人に押すって決めてるんじゃない？多分。あつこ、俺ものすごいことに気がついた。自分のサブアカサトシで、こっちの携帯でサトシにしてる時に自分に押せたんだよ。意味わかんないんだけど、自分の配信見たら自分に押せたんだよ。意味がわかんなくない？あ、決めてないの？ダーちゃんも。うん、
で今日とか押してないよ自分に。前あのコンビニで自分の携帯で自分の配信見てる時に押せたんだよ。だ昨日は自分に押しといた。だ昨日のナイス1は自分のナイス。うん。いやそこまで大変だなとか、その1ナイスに必死にはならないでしょ。うん、なぜか押せたっていう話。自分の配信にね。うん、実験みたいな。調査ですよ。だから分かんないよ。複数端末持ってる人は、いろんな端末持ってる人は、いっぱい押してたりするんじゃないの。それわかんないけど、うん、みんなで端末何個持ってる？俺は2つ持ってる、うん、端末2つ。あ、2個持ってるんだ。10個持ってる？それ押してるのかな、みんな違う端末で。毎日 3も押せるの？端末がいっぱいあったら5個も6個持ってるわけないじゃん。嘘ばっかついて気持ち悪いでしょそんなの。端末ってそういうの持ってる人って携帯を機種変更するときに下取り出さない人なんだろうね多分。3端末から押してる。あ、そうなんですか。あ、会社のとか。あ、出さないとどんどん携帯溜まってくもんね。で Wi-Fi で使ってるんだろうね家で。ママが経営者だから毎日ありがとうね、まみちゃん。総理が話したいみたいよって。2634号さん、総理だわ。そんなこと言わないでしょ、総理と連絡も取れないのに。513号さん、なんてコメントしてる。服の件で通話したい。これが総理。ちょっと513号さん、ちょっとアイテム投げてもらっていい？多分。いや、まあ今本人から LINE 来ればね、まあなりすましの可能性もあるんでね。うん、配信見てないよ。配信見てない。あ、そうなんだ。じゃあ本人じゃないね。うん、なりすましの可能性高いね。うん、すごい喉乾く、熱持ってるから。あんま飲まないんだけどね。配信やめないで。やめないよ。ちょっとタイトル変えるか。眉打つって。もういいんじゃない、眉ちゃん来ても。もう仲直りしたしね。うん、ビタミン C 飲みだよ。ビタミン C、うん、そんなの飲んでいいの？飲んでいいの？そんなの。いいんだよ。飲んだことない。これだ、美容皮膚科のだ。まあ復縁したってことですね。はい、許したってことはそうなります。うん、ごめんなさいですな。嫌な人はね。いやいや、こんな飲めないよ。怖いわ、これは。なんで？飲んだ方がいいって。こんなの飲めないでしょ、怖いよ薬。ビタミン C とか B とか E とかね。いや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 、怖いから。あのビタミン C って大丈夫。いや怖いよ俺。 E と一緒に飲まないと流れちゃうんだよ、おしっこで。一緒に飲まない大丈夫だよ、うん、これ人にもらっていいの薬って。よくないでしょ。それさ、民剤とか精神安定剤はそうやけど、これ美容皮膚科の美容だから、ね、薬事法違法とかなるから、ね、なんない、いらない、なんか怖い。いやいや、飲みなって。いやいやいや、やけどに効くから本当に。いや前なんか言われたもん、人から薬もらったら。これ薬事法違反なの？それどこでもらったの？処方してもらったの？これ美容皮膚科で。市販の薬じゃないじゃん。市販の薬じゃないじゃん。サプリメントだよこれ。飲んで。じゃあ市販のシナールってサプリメントだよ。いや病院でもらったんでしょ。病院っていうか美容皮膚科だよ。美容皮膚科。うん、うん、サプリは大丈夫なの？病院じゃないよ。でもなんか怖いや、配信中だし。なんか大丈夫？大丈夫。薬局でも売ってるの？うん、サプリは問題ないの？
まあ、でも一応なったらちょっと怖いね。うん、いや怖いよなんか配信中ってビビリで。そうだよ、後で飲みなじゃん。まあ言われたし、処方箋でもらったのはダメ、サプリメントは食品。あ、ゆきゆきさん大丈夫だな。あとで配信外で飲むなんかいろいろ怖いから、配信中って。それ飲むと何、健康的になるの？健康っていうか、あのほら、やけどとか、うん、あの日焼け、日焼け、うん、聞くよね、ビタミン C とかはね。これ飲んでる人いる？女の子で。あとね、日焼けしづらくなるね。いや、そうなんだ、うん、だから持ってっていいよ、旅配信の時にね。あ、飲んでるんだ。やっぱ女性って大変だね。前ね、これめちゃくちゃ押してるからね、あの自分の枠で。これやった方がいいよって。やっぱ栄養で補えないのは、やっぱサプリで補ってるんだ。もう私これ3、4年飲んでて、だから日焼けしないし、シミとかないじゃん、マユ。ああ、まあ詳しく知りたい人は、マユちゃんに聞いて。熱ありませんか？いや、すごい熱っぽいよ。よし、焼肉、いや、12時から。焼肉するもん。お腹すいた？すいたけど、配信的に任せ。先食べたら。いやいやいや、一緒に食べよう。ん？待って、食べていいよ、先に。いや、それちょっと悲しいじゃん。待ってるよ。ね？冷えピタ貼る、デコに。冷えピタある。冷えピタある。熱っぽい。別れてんだから、あ、すいません、許しました。不服縁しました。一緒に食べな。え、知ってるでしょ？最初見てたでしょ？カピカピしてるよ。なんかこれもカピカピして、これ腫れないよ。ペロンってなる。冷やしてもそれしかないから。気持ちいいわ。前の声が不快、もうブロックするね。ごめんね。2000番台だし。ちょっと眉叩きはちょっとブロックしよう。なやさん明日から、いや、ぼちぼちやりますよ。なんかもうすごいよ、なんか LINE が。酔っ払ってんの？うん、酔っ払ってる。だって週末やろ、今。バカ女と喋って大丈夫ですかとかって、これ配信見てるでしょ、多分。知らん、いや、もう本当に平日だけしか返さんで、週末本当怖いから。すごい、うん、いつも毎回週末に連絡来るでしょ。酔っ払って記憶ないんだよ、ね、気の毒ですね。あいつの声聞くとジンマシンが出るとか言って、これ聞いてるでしょ多分。しかも私の連絡しかとしてんだよ、それ。ジンマシンが出るとか言って電話しろ。いや、もう前が配信外にしてほしい。配信外にして、うん。総理は元同居人でしょ。何すんのもやめてほしい。いや、もう何て来たか言うのやめるわ、うん、多分一生来るよ今日は。鬼ラインが来る。で、前のお姉ちゃんにも今鬼ラインしてるし。前のお姉ちゃんにも、あら、すごい来るんだけど。おお、怖いよね。酔っ払ってんじゃない、うん、酔っ払いながら見てんじゃない。はい、ブロックしたのにね。うん、ブロックした、ブロック解除したんじゃない俺。違うよ、ブロックしたんだよ。誰がコメント、はい、俺はもう1ヶ月でいつも解除するよ。うん、ブロック少ないからね俺。アンチコメントも多いし、俺の枠、俺ブロックリストほとんどいないよ。配信者だらけだよ。リスナーさん俺解除してるから。うん、だってこれ1ページでも俺のブロックは1ページだけだよ。こんだけだよ、これだけ。あ、このブロックしてたら枠荒れないから、これくらいで。うん、ちなみに総理洋文リスナーらしいよ。あ、そうな、少ないでしょ。うん、ほとんど配信者で。で、ブロックしたらね、枠が綺麗になりすぎちゃう。あ、ありがとうございます、仲良くやって、ありがとう。ちょっとめんどくさい配信者はブロック入れてる。
眉は眉もほとんど解除させた。だから眉の枠も荒れるでしょ、めちゃくちゃ。うん、そういうのはちょっと加味してほしいですよね、アンチの人も。解除したんだ。ん？ん？あれいない。ちょっとブロックしとかないと。別れて解除したんだわ。すいませんします。すいません。別れて解除してたの？だからいないんじゃない？昨日解除してたってこと？いつかは分からんけど、いないわ。不思議だわ。誰かがやったんじゃない？誰かが。いや見てるってこと？いや見てないけど。いやまあまあそれ好きにしてもらっていいけど、はい、しました。自分が見たらブチ切れるくせにさ、うん、ブロックしました。自分が見たらクソブチ切れるのに、うん、あ、昨日なんか気になってリラネコのやつ気になって、はい、しました、ブロックしたんで、もうそれでもう言わないで、うん、今したからね。もう総理しつけえぞてめえよ。14件溜まってるわ。やめてよもう総理さんも。どんだけ来るの。眉ゼロ番信じてドーンとしときだって。焼肉食べるかみんな。眉お腹空いてるらしいし。ゆまる昨日可愛かった。ゆまるちゃん人気あるんだ最近。珍しいよキラコメ。全くない可愛いとか。眉に意地悪で言ってる、うん、そういう人は、うん、可愛いんじゃ応援してあげてね、うん、嫌がらせかな。最近可愛いを見てみ。あ、意地悪だね。ブロックしたのにね今、うん、焼肉食べて、あ、花火ありがとうございます。ケーキを12時からにしたら、そうしよっか。じゃあ11